はい、どうも、シカでーす。さあ、今日はやってまいりました。ついにこの日が、G1 マスターズ。まあ、僕のチャンネルは、ほぼ一般戦のみをやっております。まあ、なぜかというと、よくデータで G1 や SG を戦うことがあると思うんですけど、もう僕の中ではね、もう一つ結論が出ました。ほぼほぼ、G1 や SG に関しては、数字はそんなに、参考にならない。その結論に至りました。みんな一着を取れるというところが、データで偏りがあまりないんですよね。なので、本当に参考程度で。特に SG なんかはもう楽しみでやるようなもの。G1 に関しては裏階級をちょっと使う。そのぐらいですね。ただ今日の G1 はマスターズ。はい。もちろん、西島チャレンジ。いや、ということでございます。ただですね、皆さん、オールドスタイルの選手ということは、これ、前付けも普通に譲らないというところがあります。さらに、陰強のツ。だから、レアな侵入パターンっていうのが見れるかもしれないし、天地と本番の侵入が多分ガラッと変わると思うので、オッズがめちゃめちゃカオスになると思います。で、マスターズとなると、一着を取りに行く選手、あとは着取り選手っていうのが結構明確にある。前付け選手がいる番組はどこが勝ちやすいかっていう傾向、この二つのパターンで、今日は展開予想をして、最後のメインの西島チャレンジ当てていきたいと思いますので、早速行きましょう。さあ、それではマスターズ参戦したいと思います。僕の大好きな前付けですっていうのはありますので、ちょっと今日はサブのレースの方も結構楽しめるなと思っております。さあ、ここ2レースなんですけども、まあ前付け選手と言いまして、江口選手はですね、 1,2 コースに必ず取りに行く前付けの選手で、これ展示を見たんですが、大場選手もね、6コースを全然走らない選手なんですよ、あんまり。だからまあ中入りたいと思ったんですけど、内側も抵抗という形でしたね。だから162345という形で並びでいきたいと思います。展示通りですね。回目こんな感じです。はい。で、イン逃げの34、そして3頭です。これもうまくりで買っていきたいと思います。イン逃げに関しては、柴田選手のイン逃げ率が 62% ということで、まあ、まくられやすいという、まあでも2の実績がかなりあるっていうのが、まあ一つプラスポイントかなと。展示の雰囲気も良さげ。ツアーイン強いですからね。そして、江口選手がいる前付けレースの特徴なんですけれども、まあ、江口選手は 1,2 コースに必ず行くと。1コース時はですね、これ自分でも勝つパターンがめちゃくちゃあるので、だから僕、西島チャレンジはやるんだけど、江口チャレンジってのはやらないんですよ。2コースも勝ちやすいんです。ただ、これ偏りがありまして、江口選手が2コースになった場合は、だいたい4、5コースが勝ちやすい。これ結構偏りがあって、3コースが半年間だと6本。4コースが17本の5コースがまくり差し10本ということで、まあちょっと偏りがかなりありましたね。この原因はちょっとわかんないんですけど、なんか前付け艇の右隣というよりは、1個飛ばした4、5コース。ここが来やすいというのが偏りありました。さらにですね、ちょっとそこにはめたわけじゃないんですけど、これ山市選手が4コース戦なんですけども、これまくり勝ちがめちゃくちゃ多い。3コースが特に多いですけどね。偏りがありました。まあそこの一撃を狙ってもいいんじゃないかというところです。ポイントなのは稼働系になる川崎選手。マクルさんの情報ではワーストモーター。ただですね、このツのいつもの解説者の人は、2は出てますね、言うてましたんで、マクルさんはワースト。解説者は出てる。これは何なんですかね。普通だったら同じにならないといけないと思うんですけど、この違いって何なんだろうというところで、ただ僕の目から見て悪くは見えなかったので、まあ一応3まくりの時は3着は出ております。まあその辺も楽しみに見ていきたいと思います。で、オッズ構成なんですけども、ありがとうございます。これなんですよね。まあ今回マスターズをやろうと思った理由はこのオッズ構成ですよ。前付けがあるとね、この最低オッズでも25倍以上つくっていうのはマジで面白いんですよね。これなんですよ、マスターズの面白いところは。僕みたいに低都市の人間はこういうオッズ構成だから、回収率の面でも楽しめるんですよね。ということで、この後レースの方見ていきましょう。さあ、今日はですね、前付けがありますので、前付けから見ていきたいと思います。天井並びが162345という形で、まあ、大場選手も6コースをあまり走らない選手なんだけど、ここは、まあ、しょうがないというところで、まあ、マスターズはこういうことがあるので、今日はちょっとあと2本、まあ、面白い侵入になりそうなんで、さあ、これもまあ、でも本番どうなるかはわかんないですからね、大場選手も。6コースをあまり走らないということもあるので、まあ、三角選手と山市選手次第では内側を取りに行く可能性。江口選手も内側を主張する権利はありますからね。これもしかしたらあるぞ。内側が譲るんであれば。展示はね、結構抵抗してたんで。
あー、まあそんなに柴田選手もちょっと、ターンマークを大回りしてちょっと取ったなっていう感じですね。うん、まあ展示通り、まあここでは山内選手のねまくり、うん、3コース、まあ特に3コースがね1着多かったですけど、まくり勝ちが多いですね。で、まあ一応裏企画ということで、解説者、三重県の解説者の人は2が出てると言って感じで言ってましたけど、まあマックールさんの有料情報では、はい、ワーストです。回よりも下。さあ、どっちが。めっちゃ嫌なやつ。どちらが合ってるんでしょうか。まあでも展示の雰囲気はね、悪く見えませんでした、僕には。うん。まあ僕はまあ素人なんで、あれですけど。向かい風ね、真向かいなんで、イン強くなりますよ。2のね、足が嘘であれば、揃いそう。揃った。いいよ。あ、でもやっぱ2あんま出てないんじゃん、これ。よし。6残るか。これ3、届かない？あ、江口選手か。山内選手、これ山内選手の3、4、3、6だったらつくぞ。意外にいいオッズだぞ。4飛んでこうか、うちに。うわー、江口選手。なんとか抜かしよう。6の2着か。マジか、普通に。まあ、人気どころだろうな、これだと。山内選手も一応、カイモーターなんで。いけいけいけ、いいよいいよ、外待ちしとってもらっちゃう。おーっしゃ、わかんないよ。まあ、離されてないから。いや、でもこれ、後ろは離れてるから、これ、ワン。いやー、井口選手だとな。ミスんないだろうな。差し差し行きましょう。山内選手。あー、ダメか。あー、もう2着が。ダメだな。まあ、ツアー、もう真向かい、まあ、西になるんですか、西風になると、もう真向かいって結構、逃げるらしいんですよ。でも、ちょっと、南によると、24倍、結構ついたな。一番人気かもしれないけど。ちょっと南に寄れると、まあ、左斜め向かいです。そうすると、まくりが決まりやすいっていうね、謎の風理論があるらしいんで、これ地元理論なんですけど。いやー、これは取りたかったなー、せっかく。まあ、いやー、初戦取らないとって感じなんだよな、もう。はい。ということで、足は、ワーストの方が勝ったでしょうか。バンされねえか。大丈夫だ。まあ、ということで、まあ、2戦目もね、ちょっとね、面白い。大外の選手が6コースあまり走らない選手がいるので、まあ、その辺も含めてやっていきましょう。まあ、メインは西島チャレンジですから、何回も言うようですけども、行きましょう。さあ、続きまして、2戦目になっております。やっぱ陰痛になりそう、今日は。向かいの西風、しかも北寄りになってるので、これはね、もう陰をかなり逃がします。まあその辺を含めてね、冷静に立ち回っていきたいと思うんですけども、ここは3レース。回目、こんな感じです。はい。これね、もう陰逃げでちょっと買っていこうと思います。さあ、ここ進入なんですけども、1256、中段スローの3、ダッシュ4という形になりました。ここで前付けする選手といえば、5号艇、6号艇の選手。ここでの渡辺英二選手は6コースは走らないという形。吉川選手も基本的には1から4コースに必ずお前付けをする選手。ただですね、1から3号艇時に関しては枠なりなんですよ。だから前付けをしないということですね。うん、なので、ここ今村選手が独特の今村スタイル、中段スローぐらいから必ず行く、それがもう決まってるんですよね。なのでそれよりも深く行きたい人は内側行きゃいいし、そこまで行きたくない人は外行くっていう、もう暗黙の了解の今村選手だけのコース設定なので、渡辺選手と吉川選手は深くなってもいいから内側に行くという形になりました。これでもね、展示見た感じはそんな変わんなかったです。で、島川選手の陰線一着率が 77% ということで、まあ、行き足も良さそうに見えたんで、ここはもうそのまま勝つかなと。まあ、まくられないとなると、差し目の寺田選手などを買いたいんですけど、寺田選手、今節、カイモーター、さらにですね、ここ、クランクシャフトを変えたんですよね。シャフト交換というのはもう命です。ボートレースの。プラス、交換するのめんどくさいらしいんで、めちゃくちゃ悪い時じゃないと買えないらしいんですけど、ここ変えてます。
さらにこの中では最若手の玉根選手を買いたいんですけど、 F2 なので、まあそこが攻めるわけはないと。今村選手も1着をほぼほぼ最近は近況取ってない、買いづらい、消去法で1のみしか僕の中では上がってこなかったというところで買っていきたいと思います。で、ただいまのオッズなんですが、あ、なるほど。まあ、これはネームバリューだろうな。単純に。渡辺選手の足は僕は悪くなく見えたんで、ここが本線です。1号。で、これ今村選手がもしかしたら攻める場合があるんですね、外前。ならば、2着なら浜田選手の突き抜け、そこだけは買っていこうかなっていうところですね。まあ、水面特性と風、今日はそこも踏まえて予想しないと、もう本当に焼かれると思うんで、まあ、次の西馬チャレンジにも活かしたいと思います。ということで、レースの方見ていきましょう。さあ、この3レースもね、展示から見ていきたいと思います。はい、もう毎月レースはね、この展示から楽しんでね、ボートレースのこのレースをですね、長く楽しめるっていう良さもありますから、ぜひね、毎月レースやってみましょう。オッズ的にもね、面白くなりますからね。さあ、進入がですね、1256、中段スロー3、ダッシュ4という形で、まあ、渡辺選手と吉川選手は6コースを嫌う選手なので、まあ、行くだろうなっていう感じですね。今村選手よりも大外になってしまうと、やっぱ6コースを譲ることになっちゃうんで、譲り合うことになっちゃうんでね、5と6は。今村選手もある程度抵抗するけど、中段スローに残すので、渡辺選手は引いた。オーマイガー、なるほど、今村選手を使うつもりか、渡辺選手。でね、僕ちょっと改名ね、買うのをちょっと間違ったすげえ言い訳臭いんですけど、あのですね、この下の1456はいいんですけど、256っていう風に買っちゃってたんですよ。356だと思ったら、買い目見たら256だったんですよね。これがどう出るか。まあ今村選手は握って外前だと今日の水面だとと思って外したんですけど、寺田選手が、というよりも渡辺選手が攻めない限りちょっと厳しいな、怖いな。浜田選手ね、普通なんでね、まあ前付けに付き合わずに、まあ、離れが出たっていう判断で渡辺選手が5コースにしたのかな。渡辺選手頼むよ、これ。今村選手を、絶対スタート遅れないと思うけど。いや、もうこれ、162でいい。162でいい。153が一番人気。ああ、そうなんだ。でもこの並びになったら分かんないよな。シャフトを変えたっていうのがね、あ、やばいな、これ行かれたんじゃね。はあ、いや、出ていくほどじゃない。いよいよ。あ、これはいい。これちょうどいいタイミング。いいよ。あー、突き抜けないで。あー、突き抜けた。マジか。突き抜けるの、あれ。浮いたなー。抜かさないよな、絶対。島川選手、お願いします。あ、ダメだ。マジかー。解説者の方は吉川選手は足悪いって言ってたんですよね。マジか、あれ突き抜けるのか、枠差しで。いや、でも5コース戦になってからの頭、寺田選手はでもちょっとやっぱ厳しそうですね。行き足がちょっとやっぱなさそう。今節は、シャフト交換するっていうのが、やっぱもう心臓部を変えるっていうことらしいので、まあ、本当によっぽど悪くないと、なんか時間もかかるらしいんでね。ご一か。これはまあちょっと人気方面ではあると思います。人気な3人なんでね。いやー、むずいなー。展示の気配から渡辺選手が5コースに振るっていうのはちょっと予想できなかったな。まだだなー。まあ、これが昔の駆け引きなんですよね。ここがぴったり予想もハマれば進入のめっちゃ面白いんですけど、ちょっとそれは匂わなかった、掴めなかった。
やばいな。やべ、激ムズだわ。やっぱ 1% 違って、展示と、やっぱ本番で G1 でもあるし、マスターズでもあるっていう、この2つの要素。そして、ほとんどの選手が前付けをするっていう要素があるんで、ちょっとその感じが出てなかった渡辺選手から僕的には。鍵取れなかった。悔しい。これはマジ悔しい。ということで、次本番、西島チャレンジです。行きましょう。さあ、それではやってまいりました。 G1 マスターズの西島チャレンジ、行ってみましょう。さあ、これね、もう侵入がね、ゴリムズです。後藤選手の短期です。これ前付けのルールとして、西島選手は 1,2 コースに侵入する前付けパターンで、ここの駆け引きは 2,3,4 の選手と松井選手の駆け引きです。これどういうことかというと、 2,3,4 の選手が西島選手を緩く入れた場合、松井選手も西島さんを入れるんなら俺も入るよっていう主張ができるわけですよ。もう松井選手は6コースになっちゃうぐらいなら内側に行った方がいいという考え。さらに6コースをほとんど走らない選手。なので、これ前付けをまあ5コースという形でしたんですよね。で、これを展示を見たところ、僕の中ではこの都築選手の足があまり良くなさそうに見えたので、侵入パターンを2つ決めて買い目を考えてきました。ということで、解明こんな感じです。展示通りの15246-3になった時のイン逃げです。はい。そしてこれ、都築選手スローからだとこれ勝てないんじゃないかというふうに僕は仮定しました。でも日高選手はこれ引くとなると、もう6コース確定なんで、日高選手は多分入るんじゃないかと。なので15423、ここの侵入で3頭を買っていきたいと思います。大外ですけどね。これは理由は一つです。15-46-23になった場合は、これ都築選手の攻め、ここはあると思います。ただ足が弱そうに見えたので、絞ってもまくりきれない後藤選手を連れてく、そのパターンがあるんじゃないかというふうに僕は仮定しました。で、逆に松井選手は本当に1着を3から6コースってめちゃめちゃ最近少ないんですよ。ご存知の人もね、いると思うんですけど、あの足だとね、勝てない。で、逆に西島選手の頭、ここもね、出てくると思うんですけど、西チャレなんで僕は買いません。で、オッズ構成をちょっと見ると、うわ、こんなに割れるの？むちゃくちゃ割れてんだけど。一番人気が126。じゃあ西島選手が3番手なんですね。これ、都築選手の足がね、よく見えなかった。本当なら3コース戦、都築選手足良ければ、僕はもうちょっとあの平和島編のデータから3コース特化型というところで買いたかったんですけど、まあ、目展示。まあ、僕の目が悪かったらもう微妙なんですけど、ちょっとね、やっぱ行き足がないと思ったんで、逆に日高選手とかが残るんじゃないか。松井選手外してますからね。あえてじゃないです。本当に。まあ、ここで楽しいのは、都築選手があの展示で、僕はあそこの3コースだと勝てないと、まあ、思うんじゃないかというふうに、僕なりに仮定して、ダッシュに振る。日高選手が大外に振る場合はもう6コースになっちゃうから内側。そうなってくると角を取れる。そこを踏まえた侵入争いになるんじゃないかと思います。都築選手が3コース取ったら、これはもう外からの攻め。これあると思います。3の後藤選手の6コースからの入着。そこに期待したいと思います。ということで、最終レース、行ってみましょう。都築選手がね、入るか入れないかの話かな。後藤選手はもう大外に振ったってことはもうね、だから都築選手は外に出やすくはなったと思うけど、日高選手は多分まあ、うちに入ると思うんですよね。まあ中段スローの4コースか、まああるいは松井選手の内側ですけど、それだとまあかなり深くなるので、まあこれでちょっと深くなるぞ。面白そう。そらそうやで。さあ、どういくか。都築選手は、あ、入るっぽいな、これは。いや、入んないな。外振った。あ、逆に松井選手は外か。だからこれ、あー、なるほど。これならいいかも。あ、これは3の頭買ってよかったかもしんない。いや、これ、都築選手3コースで、あ、松井選手は最近6コースも普通に走るというのがこのまま出たのかな。あ、なるほど、そうか。後藤選手を角に持ってきて、松井選手はもう6コースの攻め。あ、これは3いけるかもしれない、5コース。後藤選手どっちかというとまくり差し派なんですよ。だからもう3頭は来てほしいですね、なら。
いや、気合者いいと思ったんで、まあでもこれで松井選手の一応インからのやつでも3着を買わなかったのは良かったかもな、ラッキーかもな。なるほどなるほど。いや、ただ西島選手が行き足いいからちょっとまくられないで、住谷選手頼むよ。鈴木選手は多分行き足が悪く僕的には見えたんで、揃った、よし。あ、これ3まくったかもな。行け外前、まくりだぜ。いやー、マジか。西島選手頼む、本当に西島選手ダメだ。よし、あ、やり合った。いやでもこれだと松井選手が残るじゃん。西島選手内側お願いします、先生先生頼むよ。ここにあと3が飛んでくってくれればいいけど、これ松井選手が消えればある程度つくのかな。インからでもね、あのもうこのマスターズなんですよ、マスターズだから、まあとりあえず行ったけど、これオッズどうなんだよ、全然つかなさそう。だってこれ123でしょ、枠的に。いや、つかないだろうな。ちょ、600円かけてるけど、松井選手さえ来なければ。3が来たらね、増資してますからね。あー、いやー、まっくりさして欲しかったな、後藤選手。か、5に。まあ、一応鈴木選手買っといてよかったな。これ逆にちょっと松井選手を買おうと思ってたんですよ。でもさすがに、うん、と思って、ネームバリはダメだと思って、コース別で買ったんですけど。ほう。まあでも松井選手がいなくなったってことは、ほう。引く。引く。マジかよ。引き。いや、まあでも後藤選手というか松井選手の駆け引きが良かったのかもな。でもあそこじゃなかったら多分。わー、はい、ということで、さすがの先生2着残しです。これ、ちょっとね、西島選手、本当に僕、あの、G1 優勝してほしいんですよ。勝ってないけど。1着取ってないけど。いや、もう本当に。いや、そうすれば、来年のクラシックも出れますし、マジで先生には頑張ってほしい。ということでね、17倍ということで、これはまさか、まさかのまさかだぞ。はい、ということで、一番に、回収してねえじゃん。どういうことだよ。負けてるぞ、今日トータルで。まあ、オッズ見てないんでね。はい、ということで今日は800円負けというね、何だったんだろうということです。まあ、この前付けレース選手が何人もいる、そういうレースって面白いですよね。競技として見るのすごく楽しい前付けレースでもありますので、G1 のジアマスターズね、引き続いて西島チャレンジやっていきたいと思います。そしてライブ配信でもね、西島チャレンジをね、やっていきたいと思っておりますので、その辺も乞うご期待。ということで、また動画でお会いしましょう。シュガでした。